はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は興奮気味でお話をしております。先日からも左側にあるユージャム防具でとってもとっても感動してたんですけれども、それぐらいではありません。今日も動画のタイトルに今すぐユージャム防具を買いましょうというようなタイトルをつけました。なぜそこまで思ったか、大げさではありません。皆さんの持っているミディフレーズ、イージーキーとかそういうものでもいいですし、今まで作られたミディフレーズでもいいです。そういうものが2倍、3倍、4倍、5倍ととっても膨らむというお話です。例えばここにイージーキーのグルーブがあります。そしてここで選択をしていきます。これを聞いてみます。こういうフレーズがありますよね。これをユージャムにこのように入れます。通常こういうのはインストゥルメントモード。これで鳴らしましょうということなんですね。そして、はい、これで普通に同じようになったんですが、ここからが違うんです。このフレーズが何倍にもなるわけです。それはどういうことかと言いましたら、ここでキーボードのモッドホイールを動かします。今動いているのが見えますでしょうか？これを動かすだけでフレーズが変わるんです。ちょっとループをさせておきましょう。はい、変わりましたよね。例えばもっと違うフレーズをやってみましょう。バラードから選びます。こちらで聞いてみましょう。はい、このフレーズを持ってきましょう。ここで聞いてみます。ビジネスを下げておきます。この状態が最初の状態です。これがどうなるかやってみます。ものによっては上げすぎるとちょっと不自然になる場合もあります。このようにビジネスはインストゥルメントモードでも効くということなんです。ここにベロシティの表情をつけます。ベロシティはここで上げるのと、もちろんここのボリュームとは違います。サンプリングが変わりますので、ここで上げるものと全体のボリュームというのは違うことに注意してください。じゃあこれでやってみます。はい。ここで、そうですね。Aマイナーのフレーズをここに引っ張ってこようと思います。このフレーズですけれども、すごく単純なフレーズです。こんなフレーズですけれども、ここにブライトネスを足します。聞きながら足します。はい。
このようにちょっと装飾音符が入ったりして、とってもバリエーションが増えるということなんです。ですから今自分が持ってらっしゃるイージーキーのフレーズとか、そういうものをいろいろチャレンジしてみれるということなんです。こんな単純なフレーズを入れてみましょう。はい、ビジネス上げます。どうでしたでしょうか。自分の持っているフレーズのバリエーションをビジネス機能で上げましょう。今日はそんなお話でした。村長スタジオでした。